チェジュ海峡における巨文島の一巨文島の地図水越山から望む西島の前景西島の最南端にある三城亭、巨文島は朝鮮半島の南部沿岸沖チェジュ海峡にある将軍島三つの主要な島がありうち二つの大きい島である西島と東島は中央に小さな島を有する入り江を形成している 小島には1885年から1887年の間、イギリスの海軍基地が設置されていた。帝序章が来島した際、筆談で情報交換を行った当地の呪者を、ここは大いなる分の島であると褒めたたいたことによって、巨文島という名がついたという言い伝えがある。しかし、当時の外交文書や朝鮮王朝実録で、すでに巨島、 巨分島という語が用いられていることから、そうではないとする研究もある。行政上、巨分島は、全羅南道冷水資産山面の一部で、小島には散々面事務所がある。島々は、多島海海上国立公園の一部でもある。巨分島は1845年、イギリス軍艦ラ乱号の艦長、エドワード・ベルチャーによって調査され、その後当時の海軍事務長官、 W.A.B. ハミルトン大佐にちなんで、ポートハミルトンと命名された、ロシア帝国のプチャーチン帝徳も、巨文島の戦略的重要性に注目した、日本と海国の交渉を行っている、最中の1854年4月、彼は、フリーゲートカンパルラダ号を機関とする3隻の艦隊を、率いて、巨文島を訪れ、また住民を艦隊に招いて交際した、プチャーチンの秘書として、 航海に随行したイワン・ゴンチャロフが、この時の模様を巡航機に書き残しており、当時の巨文島の生活を伺うことのできる資料となっている。プチャーチンは11日間停泊した後に、対日交渉のために、長崎へ向かった。1857年に、再び巨文島を訪れ、住民より、著炭所を設置する許可を得たが、石炭の供給の遅れにより計画は放棄された。詳細は、 巨文島事件を、参照1885年4月、巨文島は、海軍本部の命により、イギリス海軍の3隻の軍艦、エージャックス急走甲艦アガメムノン、EN、ドートロル、クラススループペガサス、砲艦ファイアブランドによって占領された。これはアフガニスタンでのパンジェ紛争に直面して、ロシアの慎重の起制を制するためのものだった。当時、ロシアは、 朝鮮半島北東部の栄光湾の軍港としての利用を模索しており、イギリスは新国と日本に巨文島の選挙を通告し、住民を動員して弊社や防御施設を建て、また上海との間に電信線を付設した。新国は当初、ロシアへの対抗策として、及び朝鮮に対する自国の優先権を国際的に確認するために、イギリスによる 巨文しません今日、ある程度は認めるつもりだった。しかし、朝鮮問題に発言力を持つ理工賞の強い反対により態度を変え、イギリスに退去を求めるとともに、朝鮮政府の支援に転じた。朝鮮政府は現地調査のために政府有志道場、現政へと外務協弁を務めていたメレンドルーフを派遣し、巨文島のイギリス海軍の指揮官や長崎に、 滞在していたイギリス東洋艦隊司令官と交渉を行ったが決定的な対応を得ることはできなかった。このようにイギリスは巨文島を第2の香港とするべく規制事実化を進めたが各国の反対は強硬だった。ロシア公使ベーバーはロシアがイギリスに対抗して朝鮮の適当な土地を占領することを抗言し積極的な反対運動を行ったアフガニスタンにおける ロシアの脅威が縮小した後、イギリスと新国の間で交渉が行われ、最終的にイギリス艦隊は巨文島の基地を放棄することを決めた。イギリス人は1887年2月27日に基地を破壊して立ち去ったが、その後も彼らは島を訪問し続けた。若い水兵をそこに埋葬することもあった。島々が日本の統治に入った1910年以後、 訪問は頻繁ではなくなった。島には10人の英国人水兵と海兵が埋葬されている。20世紀初頭、巨文島には山口県の網元が移住して、入りコや塩サバの製造に取り組み、大きな経済的成功を収めた。これを講師として、飽和状態にあった、宴海漁業に見切りをつけた西日本各地の漁民が入植し、水産加工、鉄工、造船、娯楽、 宿泊、公共施設などを設けて、集落を形成していき、巨文島は東、シナ海における重要な漁業基地となっていった。1942年の調査によると、小島には、内地人78個、朝鮮人223個の、計301個が居住していた。第二次世界大戦の敗戦とともに、日本人は、巨文島を去った。サンフランシスコ講和条約では、 日本は、チェジュ島、巨文島及び、移領島を含む朝鮮に対する権利を放棄すると、巨文島が突起され、日本がこの島に対する主張を放棄した時には、日本人の墓も撤去された。しかし、イギリス人の墓は今も残されている。中村人氏54から55ページ、両広志東、巨文島の自然地理的環境と歴史的背景。 日本植民地と文化変容韓国、巨文島書集、40ページ、両広市東49から50ページ、中村人志28から34ページに一部が引用されている、両広市東51から52ページ、共犯者区、巨文島事件と、その後、パックスブリタニカの落日と、東アジア、広島国際研究、19ページ、 一三1341から3546、中村人四49から50ページ、中村人志51から52ページ、中村人百122ページ、巨文島事件に関するカテゴリー、ありがとうございます。